おいっすこんにちは、みゆりです。今回はリスナーさん、あの生放送するときにリスナーさんたちが考えてくれたパーティーでチャレンジダンジョンレベル10を、まあ安定、ちょっと運が絡むんですけど、安定、比較的安定してクリアできるかなと思うんで、そちらでいきます。アシストは特に何もいらないわけじゃないですけど、遅延対策でこのアヌビスとアバロンと、まあ、イルミナーちょっと遅延振ってあるんで、なんかアシスト、遅延対策ない人はアシストしてあげたらいいかなって思います。で、サクラと、まあ、フレンドさんも適当に、ハーデスは最初で撃つんで特に大丈夫です。ワンフロアですね。イザナミ、指短いのと根性持ち、ハーデスがもう全部解決してくれます。で、平積みですね。これを平積みとは言わないか。盤面糸足なんだけど、ちょっとね、落ち込んがやっぱり運で絡んじゃうのは、まあ、アヌビスだから仕方ないっていうのもあるんですけど、ジンの運とパズ落ち込んの運が絡みますね。で、ここは遅延が飛んでくるんで、フレンドさんか自分のアヌビスを使って、まあ、スキルを使用してから突破していきます。またあんまり良くないな。まあできるだけ8コンボの盤面が欲しいんだけどな。で、ここなんですけど、まだサクラは打たずにアバロン打ってあげて、アバロンからのアヌビスで、また同じようにハーデスの指が続いてるんで比較的組めるかなと思います。まあ毒は大丈夫で、次リーザですね。高防御なんで、覚醒無効あと来てるので、ここで覚醒無効解除してあげて、かつ次のリファイブのダメージを耐えるために軽減貼ります。で、イルミナで固定で突破して、最後は平積みしてあげれば、イルミナが神キラーとドラゴンキラーがリファイブに刺さるので、まあ結構余裕なんじゃないんですかね。これで抜けると思います。こんな感じで結構簡単にね、クリアすることができるかと思いますので、もし組める方は使ってみてください。まあ、もしくはちょっとでも参考になればいいかなって思います。ではご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。またツイッターもやっておりますので、概要欄の方からフォローよろしくお願いします。パズドラにおきましては、このモンスターでこのダンジョンをクリアしてほしいといったリクエストを随時募集しておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。